皆さん、こんにちは。トレンドリアです。今回は、韓国旅行迷ったらここ、韓国ドラマ、聖地巡り、についてご紹介します。夏休みで韓国に旅行に行く方も多いのではないでしょうか？ショッピングもいいけれど、景色を見て回るのもいいですよね。せっかくなら、あの有名人も行った、あのドラマの撮影が行われた、有名な場所に行ってみたくないですか？そこで、今回は日本でも韓国でも話題になった、あの人気韓国ドラマの撮影地にもなった聖地をご紹介します。韓国ドラマオタクの人必見です。ぜひ、最後までチェックしてください。それでは、早速見ていきましょう。ソウルバム。これは、韓国でも日本でも大人気ヒットした、イテウォンクラスに出てきた、タンバム。現在は、ソウルバムという名前で営業しています。外見はドラマに出てきたものそのまま。さらに嬉しいポイントは、ドラマにも出てきたチゲやもやしの炒め物がそのままメニューにあるので、実際に注文をして食べることができちゃうところ。また、ソウルバムの近くには主人公パクセロイがよく一人で考え事をしていたタワーの見える歩道橋が徒歩圏内にあります。タワーは夜になるとライトアップもされているので、ソウルバムに立ち寄った際にはセットで行きたいスポットです。トクスクントルダムキル。韓国ドラマ好きの間では、すでに有名な聖地巡礼スポットなのではないでしょうか？何年経っても色褪せない人気ドラマプギや、輝く星のターミナルなど、数々のドラマの撮影地にもなりました。トルダムキルは、季節によって見れる景色が異なり、春夏秋冬どの季節に行っても楽しめるところがポイントです。そんなトルダムキルですが、少し怖い噂もあり、恋人同士で歩くと別れてしまうという、本当かどうかは誰もわからないことですが、恋人同士で行く際には噂に過ぎませんが、気をつけていきたいですね。ホテルセヌジャン。ここはホテルをイメージしたカフェになっています。外見は本当にホテルそのまま、ホテルだと思って通り過ぎてしまう人も続出するほどです。人気歌手 IU が出演したホテルデルーナの撮影が行われた場所にもなります。世界観はホテルデルーナそのもの。もちろんドリンクやスイーツなども美味しいと人気です。ホテルのようなカフェも珍しいので SNS 映えすること間違いなし。あの IU と同じ地に行きたい方は必見です。ハンビョクトンネル。ドラマ25、21の撮影地にもなったトンネル。ドラマの中でも名シーンにもなる友達との思い出の場になり、別れの場になり、そんな感慨深いシーンの撮影地になります。ソウルとは少し離れたチョンジュという場所にありますが、このチョンジュも実は韓国では有名な観光スポットの一つです。チョンジュといえばビビンバ。ぜひチョンジュを訪れた際には本場中の本場のビビンバを食べてほしいです。またチョンジュには韓国の歴史や風情が楽しめるスポットもたくさんあるのでおすすめです。クロッシングゲストハウス。ここも25、21のドラマの撮影に使われたゲストハウス。場所は先ほどのハンビョクトンネルと同じチョンジュにあります。25、21の他にもその年私たちはレンボ、ザ・キングなど数多くの話題作品の撮影地になっています。ホテルでゆっくり過ごすのもいいですが、友達や家族と一緒に韓国のゲストハウスで非日常的な1日を過ごすのも楽しい思い出になりそうですよね。いかがでしたか？今回は韓国旅行迷ったらここ、韓国ドラマ聖地巡りについてご紹介しました。ショッピングの他にも韓国の歴史を楽しみたい人、韓国ドラマで見たあの景色を実際に見てみたい、好きな俳優さんが歩いた同じ道を歩いてみたいという人必見です。家族と言っても友達と言っても楽しめること間違いなし。今回はソウルに限らず広い範囲でご紹介してみました。ソウル以外の場所も挑戦してみるはいかがでしょうか？この夏休みに韓国旅行行く予定のある方、行ってみたいと考えてる方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしてみてください。